それじゃあ少し大きなテーマね、回答形について見ていきましょう。回答形っていうのは一言で言うとすごい簡単な仕組みで、ね、生物界で広く使われているこのグルコースっていう栄養源、これを分解して2個のピルビン酸っていう物質に変えます。その時に出てきたエネルギーを ADP が受け取って ATP になる。で、この ATP をいろんな生命活動に使っていくんです。これが解糖系っていう仕組み。ね、すごい簡単だよね。グルコースを壊して中からエネルギーを取り出す仕組み。で、基本的にはいいんですが、ちょっとね、厄介なこともあって、この反応を進めるためには、邪魔なものをね、取らなきゃいけないんだよね。きれいに半分に割ったもんじゃないんですよ、ピルビン酸ってグルコースを。何邪魔なものを取らなきゃいけないかっていうと、水素と電子、この2つなんです。それを入れる、ね、ゴミ箱みたいな役割のやつがいて、NAD プラスっていう物質です。これゴミ箱みたいなやつで、邪魔な水素と電子を、邪魔じゃないんだけど、邪魔じゃないんだけどね、水素と電子を、奪ってくれるんですよ。そうね、水素と電子がこいつの中に入ってくれるんですよ。水素 H プラスと電子、電子はね2個入るんだけど、これね、H をもらったこのゴミ箱は NADH って言われます。で、H はね、外にもポロッと落ちちゃうんだけど、このセットが2個ゴミ箱がやってきて、これが2セット、このセットが2セット取れます。で、ね、じゃあこれでいいんですねって、ね、これで終わりですねって思うかもしれないけど、だけど、みんなもさ、ゴミ箱の中身溜まっちゃったからって、ゴミ箱ごと捨てる人はあんまりいないよね。ゴミ箱の中身だけ捨てて、ゴミ箱はまた部屋に持ってくるでしょ、ね、それと同じように、この NAD プラスってね、結構貴重なゴミ箱で、細胞の中にちょっとしかないんですよ。これまた再利用したいと思ったら、この中のものを捨てなきゃいけないよね。捨てる仕組みがあります。例えば、酵母菌なんていう、パンとかお酒作るときに役立ってくれる菌は、ね、ピルビン酸のことをピルって書くよ。ピルビン酸からピルビン酸1個につき1個の CO2、二酸化炭素を抜き取ります。まあ、ピルビン酸2個できたから2個の CO2 が抜かれていきます。そこにこのバケツの中身を全部開けちゃって、バーって開けちゃって、できるものがエタノールっていうアルコールです。だから別に酵母菌ってエタノールが作りたくてこの反応やってるわけじゃなくて、このバケツを空にしないとさっきの ATP 作る過程が進まないから、まあ、仕方なくエタノールを作ってるんですね。バケツを空にするために。酵母菌の他にも、乳酸菌なんていう菌は、ピルビン酸、ね、2個できたピルビン酸、ね、ピルビン酸1個につき、このセットを、1セットをバーってぶっかけて、何作るかっていうと、乳酸を作ってるわけです。ね、さっきの酵母菌もこの乳酸も、別に乳酸とかエタノールを作りたくてこの反応してるわけじゃない。このバケツの中身を空にしたいからこんな反応してるんですね。僕らは主にどうやってこのバケツを空にするか。こんな仕組みをね、実はこの乳酸に変える仕組みも僕らできるんだけど、酸素があるときはこんなことしないんですよ。後期呼吸の第2ステップ、クエン酸回路に行きましょう。